超越論哲学とは、関東を中心とし、フィヒテーやシェリングなどにも見られる哲学に対する態度、超越論的哲学とも言われる。古くは、先見哲学、先見的哲学という用語が使われていたが、アプリよりの訳語で与えられる、先天的という表現と紛らわしいため、現在では見られない。なお、トランセンデントルに、超越論的という訳語を最初に提案したのは、 国修造であると言われている。なお、カントに限定して言えば、批判哲学と指している内容は、ほぼ同じであると言って良い。認識論的分類では、超越論的観念論というくくりに入れられたりもする。カントによれば、哲学とは、すべての哲学的認識のシステムであり、超越論的とは、先天的とは異なり、いかがにして我々は、先天的認識が可能であるのか。 その可能性と根拠についての問う認識のことであり、超越論哲学はまさにこうした根拠を問う哲学であると言っている。ちなみに、トランセンディムスイコール超越から派生した形容詞は、トランセンデントルイコール超越論的と、トランセンデントイコール超越的の2種類があり、混同しやすいが意味合いは似て非なるものである。超越論的な認識とは、 我々が一般に対象を認識する仕方に関する一切の認識を意味し、超越的原則とは制限を踏み越えることを命じるような原則を意味する。なお、同じ語源トレスから派生し、ラテン語のトランスクリプションとパセルに分解できる英語にトレスパスがある。超越論的という語彙は超越的との体で考えると分かりやすくなる。西洋の哲学史においては、 古代イギリシャのピタゴラス教団、エレア派、プラトン以来、本質存在、真実存在は、知覚、経験の対象とはならない。それらを超えたもの、すなわち、超越的なものであるという考え方が、主流の一角を占めてきた。哲学の登場以前、神話の時代から脈々と継承されてきた発想である。これらの哲学者たちは、こうした知覚、経験を超えた、 超越的な魔術剤には理性、論理、数学などによってのみ接近、到達できると考えていた。こうした古代ギリシャ特有の理性主義、論理主義的発想、作法はキリスト教文化との根拠、融合によって中世の進学へと受け継がれ、さらには近代哲学の大陸合理論にも継承されるが、そもそも根拠となる理性自体の規定が曖昧なため、 そこで生み出される認識内容は独断論の素知りを免れないものであった。また他方で経験に依拠するイギリス経験論においては端から経験を超えた超越的な魔術剤についての認識など期待できるはずもなくヒュームの会議論に至ってそれは決定的なものとなった。こうした状況を目の当たりにしたカントは理性自体の吟味、批判を通じて 人間の適正な理性的認識はどこまで可能なのか、人間の理性は経験を超えた超越的魔術罪とどのように関わるべきなのか、関わり得るのかについての境界策定、基準設定を行うことで、超越的なものに対する考察、関与の余地を適正な形で復興しようと試みた。これがカントの批判哲学であり、超越論哲学である。したがって、 ここで言う、超越論的哲学という表現は、哲学ということであり、超越前提、論的、超越メタ、論的等とも言い換えることができる。なお、こうした、XX 的と XX 論的という語彙の使い分けは、例えば、マルティン・ハイデッカーの、存在と時間等における、のように、カントの後にも受け継がれた。ありがとうございます。